こんにちは、森崎アリスです。今日はこのね、傷んだ髪を染めていきたいと思います。今回前にね、韓国に行った時に買ってきたこちら、じゃん、チキンプリンヘアカラー、イエーイ。はい、私と同じぐらいピンクなこのプリングね、ヘアカラー使って染めていきたいなと思います。で、このシリーズね、このぐらい種類があって、でもね、ニューカラーとかが出てきてるみたいなんですけど、私が今回買ったのはこの 5.6 になります。 5.6 のラズベリーかな、これはラズベリーレッドブラウンですね。値段は日本円で多分1000円ちょっとぐらいだったと思います。説明とかも全部韓国語なんで、韓国語なんで、ちょっと何書いたかちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずね、染めてみたいと思います。 Let's go! オープン。汚っ、下手。ふふ、わあ、かわいい。あお、あ、みたい、これですね。なんかこんな感じになってます。多分ね、こっち先に入れて、第一剤、第二剤って感じで混ぜるんだと思う。と、二って書いてあります。あ、ちゃんと耳隠すやつ入ってる。ほら。これ何やろ、え、なになになに、え、もしかして嘘、嘘嘘嘘。これ、あ、すごい、これちゃんと、ほら、これあれだ、これでしょ。あ、すごいね。いつも私ゴミ袋かぶってやってたからすごい嬉しい。これ多分調節して止めれるのかな。あ、やっぱりすごい、そこまで考えてらっしゃる。首元をね、こうやってね、きっと、ほら、すごくない？トリートメント超かわいい。なんだろう、なんか無駄に一個一個がすげえかわいい。手袋。ちゃんと密封されてるし。逆に開けにくい。どうしよう。イソジンだよ、イソジン。なんか血のりみたいな色してるよ。大丈夫かな？蓋大丈夫？びっくりした。で、シェイク！匂いがすごい、アメリカの匂いがする。すごい、プリンになってる。え、ちょ、血のりで使うんじゃね、めっちゃいいじゃん。血のりみたいです。あ、やっちゃった、殺される。え、もっと黒くなっちゃった。気持ち悪い。これなんか血のりっぽくてキモい。キモいとか言って、なんか普段から血のり使ってるやつが言うのもあれだけど、めっちゃこう、しかもなんかいい感じに馴染んでる感はある。最初はないけど、これ絶対やり方間違ってる。でもなんかまあいいか、染まりゃいいか。これで、なくなった。はい、染まりました。すごい、なんか思ってたよりなんかピンクというかレッドですね、になった。でもなんかやっぱり中色ムラがすごいね、すごいな。なんか当たると余計に赤って感じがする。こっちのレッド具合がすごい。ということで、シェイキングプディングヘアカラー、ぜひ皆さん試してみてください。本当にパッケージの色と同じ色には確かになってる。で、このシリーズは韓国の友達にまた送ってもらおうかなと思うので、他の色ね、何個かあったと思うんですけど、これからまた何個か挑戦してみたいなと思います。ということで、森崎アリスでした。バイバーイ。チャンネル登録してね。